こんにちは。時計、メガネ、アクセサリーのリコードでございます。今回ですね、デジタル時計と磁気についてちょっとご説明したいと思います。ですね、デジタル時計と、まあ、基本的にデジタル時計はですね、磁気には影響を受けないんですよね。歯車っていうかね、ローター車っていうね、そういう永久磁石使ったそういうステップモーターなんですね。そのローター車っていうのは、それが入ってませんので、基本的には磁気の影響は受けない時計なんです。こういうアナログになるとね、どうしてもこういうローター車で、これ一応磁気の磁気ブレスのこうパーツなんですけど、これなんかちょっと近づけるとね、ちょっと大きくしますね。秒針止まるの分かります？離したらこう、まあ、極端な話こういうふうに影響を受けることがあります。まあ、近づけてる間もちょっと時間の遅れ生じたり、そういうことはそういう外界のそういう磁石の力で引っ張られるものですから。であとパーツ類もやっぱり磁化されちゃうんですね。そうするとちょっと時間もこう合いづらくなるっていうかね、そういうことがございますので、ぜひただデジタルでもね、電波時計に関してはね、ちょっと強い磁気の場合、この電波うまく拾わない場合なんかあるらしいんですよね。ですから、まあ、こういう普通の、まあ、電波じゃないデジタルでしたら全くそういう影響を受けませんのでね、まあ、そういうお仕事柄、そういう時期とかそういう影響を受けやすい方は、逆にこういうデジタル時計の方がですね、まずそういう心配ございませんので、まあ、結構安価な値段でからありますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。